コントラスピリッツやってみましょはい。7期で1面クリアするのも大変なんですけどね。もうこれを持ってるだけになるべくね、進むというかね、できればこれを持ってる一気でね、クリアしたいところですけど。あ、危ね。あ、1アップや。おっと、あー、やられた。もうやられてるもんな、一気に。例えばさっきのファミコンミニでスーパーコントラやってもよかったな。忘れてた。スーパーコントラも難しいからね。アナログテレビの感覚は試すのにちょうどよかったね。ああ、やられた。ああ、連続でやられた、おい。敵だからこれで進めばいいよ。すごい。この端っこよりは当たらないですからね、これ。はい。結構難しいからな。ああ。あ、ここで消えるんですよね。消えるのがちょっとよく分かったんですけどね。なんで消えるのか。しかもボムがあるの忘れてたな。これでボスですね。下から弾も来てるし、無理だったな、これ。うわ、これは無理だ。弾と炎両方来たら無理やん。はい。やっぱ難しいね。デジタルテレビモードで3機でやっています。これね、このサムライスピリッツじゃないわ、コントラスピリッツをね、ハードモードでやったらね、クリアするのに600機ぐらい使ったことありますね。はい、
それぐらい難しかったです。600機ですよ。ノーマルモードだったら90機ぐらいでクリアできるんですよね。うまく、そんな、だいたい平均ですけど。でも、ハードモードだと600機かかるんですよ。それぐらいの難易度の差があるんですよ。イージーでやったらそれよりもだいぶね、少ない残機でクリアできると思いますけど。ああ。3機しか今回ないからね。3機は厳しいよね。一面から難易度高いからな。ここは無視していけるよな、無敵だから。やっぱりこの後半の炎のところが難しいな。ここは難しいですよね。一面で一番難しいところだと思います、ここは。遠くまで飛んでくるかな。よし、行けた。行けますなと行けましたね。その炎の難しいところ。この巣がなぁ、かなりきついよなぁ。ボム使いまくった方がいいな、これ。やばいやばい。あいつが炎生えてくるときに下から弾も両方来たら無理ですよね、避けるの。かなり厳しいと思いますね、これ。上にいた方がいいのかな？でも上にいたら、あそこに弱点に当てられないもんな。ああ、しまった、やられた。まさか。うわ。難しい。1アップしたけど。クリアできましたね。さっき7機でクリアできなかったけど、今回3機のモードでクリアできた1面。ああ、しまった。これ、壊さなかね。ああ、ここむずいからな。今のは避けられないよ、しかもこれ。この乱れ打ちは避けられないから。ああ、しまった。ゲームオーバー。はい。ありがとうございました。